人間関係というのは、えー、同質なものと異質なものというのがあります。二種類に分けると、まあ、気の合う人と気の合わないなと思う人がいます。でも私自身は、実は大事にしているのは気の合わない人です。あの、六年前にその集営者を辞めて、えー、辞めるときにですね、私があの、やっていたことの一つが、えー、三千人の人に会うってことをやってました。毎月百五十人。 1>, え1年8か月で3,000人の人に会うということをまあ自分に課してまあこういった学びの場にも出かけて全員と名刺交換をして一人一人に24時間以内にメールを送るとかっていうことを自分に課してやっていたんですけれども実はその経験を経ていろんな人のつながりの中で感じたのは自分がここまでこの6年間でいろんなまあこうブレイクスルーを経験する中で実は 大事な人のつながりというのは私に対して反対意見をぶつけてきた人や私と全く性格や物の考えが異なる人が何気なく言った一言やアドバイスが実はすごく大事だったってことに気づくんですね。なので今私は、えーまあ、メンターとよ呼べるような人が6人ぐらいいるんです。 けれども例えば、えー、出版のメンターとか、えー、あとはお金のメンター感情のメンター、まあ、いろんなメンターを6人あのいるんですけれども、えー、その中で数名は、まあ、2人3人ぐらいは私と全く違うタイプのメンターを揃えていますそうするとしばらくは耳の痛いことがあります、えー、例えば、まあ、自分があの肩書きを一つに決めずに えー、メディアで発信をしながら、SNS で発信をしながらいろんな仕事をしたいということを、まあ、そのあるメンターのオフィスで熱く語った時に、もう散々ボロッカスに言われました。そんなことをやっても一つの仕事は中途半端になるぞとか、やっぱり人は肩書きを見るんだから肩書きを決めなきゃ仕事が来ないぞとか。でも、じゃあそのことを、言うことを全部聞いたわけでも、 聞かなかったわけでもなかったんですけど、実はその反対意見をもらったことが、自分のその後の発信とか、自分の打ち出し方ってことに、ものすごい大事な意見をもらっています。